第3試合に駆けつけていただきました、諏訪部光久選手、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この第3試合で来ていただいたのには何か理由があるんでしょうか。第3試合に出場する、はい、ノーガード小野寺、ノーガード小野寺選手、はいはい、がどうしても、解説をしてほしいということで。あ、そんなお願いがあったんですね。はい、はい、相手選手は差別したんですね。はまあ、県外の選手なので、はい、まあ、自分はちょっと情報ないので分かんないんですけど、はいはい、農家の小野寺さんとは、まあ、ちょいちょい練習させていただいているので、はいはい、すごく仲がいいです。農家の小野寺選手は名前の通りノーガードなんですか。しっかりガード上げますよ。ガードを上げられるんです、はい、ただなんか、はい、アマチュアの時に、はい、スタミナがなさすぎて、はい、試合中にどうしてもガードが下がってしまうというところから、はい、ノーガードを小野寺と買っただけで。なるほど。全然相手に対して挑発することもなく、はい、堅実な戦い方をします。あ、よかったです、はい、視聴者の方にノーガード戦法で行くのかなと思われてたかと思うので、もう全然ガード上げます。もうノーガードは克服しているということです。今入場してきたのが青コーナー、サメッチ選手です。埼玉県から、身長が172センチ、こちらタイプがサウスポーです。続いて入場してくるのが諏訪部選手に、解説を頼んだノーガード小野寺選手です。小野寺選手もサウスポーなんですね。そうですね、サウスポー、基本サウスポーです。じゃあ、サウスポー対決という、そうですね、体格にもあまり変わりはないので、はい、楽しみな試合です。ノーガード小野寺選手、得意技が先日の右フックと記載されておりますが、やはりこの、右フックですね、この右フックは、練習でもよく使われるんでしょうか。もらったことないと分かんないです。もらったことがないと分かんない。金子選手はこのお二人、ノーガード小野寺選手、サメッチ選手はご存知でしょうか。いや、ノーガード小野寺選手とは練習したことあるんですけど、本当に組が強くてですね、首相撲でめちゃめちゃやられました。はい、なるほど。いや、でも本当にパンチもキックもできて、バランスがいいので、急戦無敗、はい、につながっているのかなと思うので、試合楽しみです。ノーガード対サメッチの試合は両者とも規定体重に合格し、ドクターチェック、の結果異常がないため、沖縄県キックボクシング連盟認定兄貴バトル70キロ級タイトルマッチとし、ここに宣言する、令和6年2月4日試合目まではアマチュアの試合ということになります。以上です。それではチャンピオンベルトの戦艦です。ご挨拶がありました。これ兄貴バトルっていうのが、はい、35以上ですかね、40以上ですかね、まあ、年齢の制限があって、親父バトルと兄貴バトルってあって、はいはい、で、はい、両方持ってたんですよ、はい、小野寺さんは兄貴バトルのベルトも、はい、親父バトルのベルトも持っていて、はい、兄貴バトルの方が35歳以上。あ、35歳、はい、結構年齢差もありますし、7歳差があるので、そうですね、ノーガードの小野寺さん現在45歳。親父バトルではもう相手がいなくなったので、次は兄貴バトルでチャンピオンになる感じですね。まあ、若いので、はい、サメッチ選手の方が、はい、まあ、スタミナがあるのかなという見方はできると思うんですけど、はい、小野寺さんも練習の虫なので、はい、めちゃめちゃもう収録2ブレンとか全然普通にやる人なので、はい、スタミナも全然負けないと思うんですけどね。体も仕上がっております、はい、体は仕上がってないです。厳しいポイントですね。まあ、ノーガード
ード小野寺選手意外にも取りました。さあ第1アウト佐藤、サベチ選手攻める。ここはもらいたくないです。おっとサベチ選手攻める。小野寺選手ちょっと動きたいですね。ラッシュがすごいのでここで止まりたくないですね。これはローガードの小野寺選手はちょっと相手が疲れるところを様子見てるので、まあ、勢いありますね。サメチ選手外のローケレール、外のローケレールよ。ここでお互い取り交わしてサメチ選手のこのストレートが怖いですね。意外にも前に飛び込んでくるので、カウンターが入った。今入りましたね、右のパンチ、はい、この前に出てくるの嫌ですね。サメス選手はこのまま一体ローガード小野寺選手距離感を距離感が上昇に小野寺選手の方に寄ってきてる感じがします。ちょっとサメス選手で疲れたかな。ここでインロー、ナイス。ここで膝が入る。テクニックありますね。ノーモーションのジャブ。そうですね、入りました。綺麗に入りました。第1ラウンド後半を疲れてる感じが見受けられます。このストレートやつ。いやこれどっちだろうな。今のはちょっとサメチ選手の方が前に出てましたね。前半ちょっと面食らった感じはあるので、はい、まあ中盤ペースつかみつつあったんですけど、はい、前半の勢いを取られてサメチ選手の方にポイントが入るのかなと思うんですけどね。ただまあ1ラウンドの後半でちょっとサメチ選手の疲れが見えたので、ここはローガードの小野寺選手を狙っていきたいと思います。この右の、カウンターがうまい。ドンピシャス、さすがコブレ君、外さない。2ラウンド小野寺選手はどうしていった方がいいかとかありますか、サメ選手。いやもうちょっと強気でいった方がいいと思います。最初飲まれちゃったので、最初の30秒ぐらいバーって飲まれちゃったので、はい、スタミナどうだろうな、大丈夫だと思うんで、まあ、なんか様子見ようって思っちゃうと、はい、また飲んでくる可能性があるので、はいはい、もう迎え撃つというか自分でガンガン行く、はいようにして前半ペース取って、でその流れで真ん中後半を考えてもいいんじゃないかなと思うんですけどね。なるほど。このサウスポー同士の対決というのは、オーソドックスの対決と同じ考えでよろしいでしょうか。そうですね。お互いやりやすさはあるというか、左の蹴りが当たりやすいし、左のストレートが当たりやすいし、ここで上手に小野寺さんがさっきのカウンターに味を締めて、これですね、はい、カウンターに味を締めちゃうとペース良くないので、はい、自分から出してほしいですけどね、はい、ここで返したい。でも1ラウンドよりは対応できてるなという印象ですね。引きました、あのストレート良くない。ちょっと低いか。あ、うまい、うまい、いいコンビネーション。ボディからフックいいです。このラウンドは小野寺選手が合わせに行ってますね。ナイスアッパー、アッパーが入る。ナイスサメチ選手、ナイスジャブ
がいいですか。ナイスセンサー、ナイスセンサー、小野寺さん、いいね。踏みつぎ際も嫌です。前へ、このノーモーションのジャンプだ。さあここ引き際、はい、もう疲れてるからね、疲れちゃってるよ。残り30秒切っています。まだ開けたまんまやんな。今のジャンプもいいですか。ジャブが当たります。サミッチ選手、あのちょっとスタミナ落ちてくる感じありますよ。そうですね、はい、手数減ってきました。ちょっとサミッチ選手、攻撃がワンパターンですけど。さあ次が3ラウンド。今の第2ラウンドは砂部さん、いかが見えましたでしょうか。まあ小野寺さんがペースを戻したと思うんですけど、ただこのラウンドを取ったかというと、はい、クエスチョンになるので、なんか上手にやろうとしすぎてる気がします。僕は荒々しい試合でもいいのかなって、はい、まあ、さっきの、玉木慎二郎選手みたいな感じで、はい、たまにこう山場を作るというか、はい、ババババババっていうのがあるとラウンドを取りやすいので、なんか全部まんべんなく上手にやってる感じがあるので、これだとポイントがつきづらいのかなと思いますね、はい、なるほど、はい。ただ要所要所で返している、カウンターに関してはサビッチ選手前に出るタイプなので効いてる印象が受けられます。そこら辺がやっぱ上手にやろうとしてるんですよね。なるほど。なんか上手さを見せようとしてる感じが、はい、あの僕は嫌いです。もっとがむしゃらに行ってもいいから。そうそう、はい、そうですね、キャリアがありますからね。そう、勝ちに行ってほしいですね。まあ、ラストラウンドなんで、ここ小野寺選手どういくか楽しみです。一応ちょっと印象悪かったと思うので、はい、ちょっと盛り返してほしいな。楽しみなラウンドです。さあここでサメッチ選手が、スタミナをさらに振り絞れるかというところが、はい、さあ第3ラウンド。サメッチ選手のモーションが大きくなっているので、ここに合わせていきたいですね。ただもう少し、スラブさんの言った通り、手数が欲しい。山を、ナイス。お互い3ラウンド見合っております。ちょっと僕は前に行きたいですね。ここ攻めたい。サメッチ選手が返す。サメッチ選手気持ちは強いですね。そうですね、下がらないですね全然、はい、ナイス。ただ大きい、このジャブがいいですね。ロガードの寺選手、ここで返したい。切りました。おい、ナイス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 。この後に飲み込んでほしいですね。ですね、ただサメッチ選手効いてますね。ここ行きたいですね。当たるようになりました。ここ行きたい。ちょっとリアレベリーからシックが入りました。ジャブは全部当たってる。シザー返したい。おい、ナイス。さあ残りラスト10秒となります。ここで決め切れるか。ナイス、ナイス。いい膝が入る。効いているがダウンは取られない。少し最後のラウンド、サメッチ選手がダメージが結構溜まったように見られました。そうですね、スタミナも切れてきて。そうですね、ちょっと小野寺選手はもうちょっと攻めてたらダウンいけたんじゃないですか。そうそうそう、本当そう。仕掛けるのがちょっと遅かった感じはありますね。これどっちだと思いますか。いや難しいですね、これは。
ドローだと思います、ね、1、はい、1青、2ドローで3が赤で、はい、1、1、29対29って感じですね。両選手の結果でございます。30対29。表情を見る限り小野寺選手はちょっと納得してないですが、1取られて2、はい、3小野寺さんが取ったっていうジャッジですね。そうですね。やっぱサメッツ選手最初の30秒とか1分で行き過ぎちゃった感はあるかもしれないですね。そうですね。3ラウンドあるんで、まあ、当時の予定がもしかしたら前半で KO を狙ってたかもしれないですね。ワリオの登場か。ワリオっていうのは どういうキャラなんですか。なんかまあ、桜間和志選手の友情を、はいはい、真似して、はい、まあ、セコンドに、マリオ、ルイージでワリオで本人が多分ワリオを選んで、なるほど、なんか入場曲も桜間さんの入場曲を入れて、リスペクトからの保守者。そうですね。では僕失礼します。ありがとうございます。ありがとうございます。また後ほどお願いします。また後ほどよろしくお願いします。はい、ここで一度スナベ選手は受けていただいて、また次の次にスナベさんの事務生の関選手が出場というので、はい、セコンドで、はい、じゃあのでその後また参加されるということで、お忙しいです。はい、ありがたいです。